芸人の山口亜希です。今日は浅草にやってきました。イエーイ。ということで浅草を巡りたいと思います。長男がこの添田添田アゼンボ、アゼンボさん、添田アゼンボ、この書の息子さんが添田さつき、だからラッパ節、紫節とか真っ黒節とか当時いろんなの作ってあるの。いろんなの作ってられた。私がよくライブで歌うパイのパイのパイ、東京のジュースは丸の内っていう歌の、お父様です。たまたま今浅草で見つけました。知らんかったですね、こんなとこにあるの。あの、添田さつきやから東京節、これあれは何なんや、アゼンボの長男、東京出身、昭和55年、父は全部とともに演歌の作詞作曲に従事した。あと作詞作家活動に入る筆名は遠道のほか、さつき演歌作品に東京、あ、東京節とか言うの、東京節、復興節、ドトン節。ちょっと朝やから目むくんでるのは、ちょっと皆さん、あの、目ってか顔がむくんでるのお許しください。やってきました。今からちょっと入りたいと思います。じゃん。あ、そうなの。こんな最悪や、見てしまった。今日病気かかると病人で、あれ、え、どういうこと。願望叶いにくいでしょう。もういいです。今日が出たから5加護してもらうためにここに結びます。辛抱強さらしいから、まあ、辛抱強さは私はね、結構辛抱強い人間なんだ。でも、もっと謙虚に行きたいと思います。確かにな、最近ちょっと傲慢になってたかな。まあ、こうで、あ、ば、こうでか、かわいい、浅草にこんなかわいい浅草メンチに来ました。今日も安定の行列です。ありがとうございます。やったー、いいくか、どこ行く。うん、女子高生に人気のいちごです。これって1日持つんかな。そうやったら持つんやったら買って帰ってあげたいけど、なあ、持つやろ。チーズコロッケにしようかな。コロッケ食べる、頼む。うん、50円ですね。はい、いただきます。めっちゃ伸びてるやん。ご飲食の方お店行こうか。うまっ、おいしい。きびだんご、おいしい。なんかというわけで浅草の旅に行ってきました。食べてばっかしよったけどすごく楽しかったです。
つも浅草に来たら、サメンチカツ食べます。なんかお腹いっぱい。そりゃそうやな、食べ過ぎたな。ということで、今日も見てくれてありがとう。またね、バイバイ、山口愛子でした。さようなら。